東京都渋谷区衛生会議をしています下本歯科足本です。上の6番第1第9歯なんですが、そこの中央部に穴が開き、そこをエナメル質を除去し、そして中の造形質を今虫歯をかき出しています。丁寧に除去していきます。できるだけ最小限の大きさで、この周りのエナメル質は健全なわけです。中が虫歯ですから、なるべく健全なところを残して、できる限りこのように丁寧に虫歯を除去していきます。もうドロドロな状態になっています。シャーベット状になっているという感じでしょうか。その部分を丁寧に除去していきます。麻酔は必要ありません。できるだけ穴を小さくしてしまうと、この器具が入らないので、ある程度器具が入る大きさまで拡大する必要はあると思います。そこも十分患者さんに説明する必要があります。歯でお悩みの方、相談したい方、橋本歯科まで連絡いただければと思います。すべて自由診療とさせていただいております。そしてこのような画像を見せながら治療を行っていきます。